小野江社産古墳は、岡山県岡山市北区小野江にある古墳。形状は、前方後円墳。国の史跡に指定されている。別名を、ギリギリ山古墳とも。岡山市街地から、西方、独立丘陵、吉備の中山の南東端に築造された、大型前方後円墳である。墳形は、前方部が開かない、越下式の前方後円形で、前方部を東方に向ける。 噴球は、公園部で3段蓄生、前方部で2段、または3段蓄生。噴球表面では吹き石、埴輪が検出されているほか、噴球北側では一辺、約20メートルの造りでの存在が推測される。主体部の埋葬施設は、未調査のため明らかでないが、公園部中央において、噴球主軸に直行する、縦穴式石室の存在が推定される。 この尾ノエ社産古墳は、墳形、出土埴庭から、古墳時代前期前半の4世紀後半頃の、築造と推定され、同じく、紀々の中山に位置する中山茶臼山古墳に続く、大主長墓とされる。古墳南側に広がる、水田地帯はかつては海であり、この、臨海型の尾ノエ社産古墳が築造された背景には、海上交通との関連が推測される。また、 日比地方の前期古墳としては、浦間茶臼山古墳と並び代表的な古墳であり、古代日比の回路拠点を考察する上でも重要視される古墳になる。古墳域は1972年に国の史跡に指定されている。古墳の規模は次の通り。ありがとうございます。